いよいよ来週14日に開幕する2018 FIFA ワールドカップロシア大会。中野区では19日火曜日に行われる日本代表の試合を中野体育館でパブリックビューイングします。対象試合は午後9時キックオフ予定のコロンビア代表対日本代表戦。当日は330インチのスクリーンを用意して多くのサッカーファンと観戦を楽しむことができます。またイベントではゲスト解説者としてサッカー元日本代表の岩本照夫さんと平瀬智之さんを招いて試合を解説。さらにスポーツ DJ とそっくり芸人が会場を盛り上げます。そして当日は来場者先着500人にオリジナル応援うちわとワンドリンクのプレゼントもあります。詳しくは文化スポーツ分野スポーツ環境整備担当までお問い合わせください。